はい、いよいよ選手を登録して、はい、試合をするわけだけども、選手は大変です。1個すごい機能があるの忘れてたので、それやります。何ですか？選手データでね、ははカメラってのがあるんですよ。はい、カメラ。そう、うん、でミニ顔をね、実写で撮影したものを選手に当てはめることができるんです。これね、江戸さんを撮ろうと思って、せっかくだから。で今ですね、石山っていうキャラクターがもう出てるんですけど、撮影はできてるんですよ。これってこれいいの？これ、うん、いいんです。この方顔出し OK、 いいこの方は顔出し OK です。ああ、そうなんだね、はい、でこれを、はい、まあ、こうしてですね、普通の子がで、はい、内カメラにすると、はい、こうなりますんで、はい、できました。怖えでこいつ保存してですね、完全ゾンビ映画みたいになって、そうするとさっきの選手アレンジの完全ゾンビ映画みたいになってます。ミニ顔のとこで、はい、江戸選手をですね、はい、持ってきてですね、彼の顔変更っていうのをやると、あるんです。おお、ほんとだ。でこれをこうすることにより江戸選手がこれになります。すごい、これすげえな。これいいでしょ、これ全員分取れる。すげえ、うん、じゃあ行きましょうか、いよいよ。はい、行きましょうか。で、これみんなびっくりするけど、ここでここからだよ、パワポケ13のすごいところ。はい、やっとパワプロ野球とリアル野球、何これ、パワプロくんがリアルになった。これをやります、今日は。ごめん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 、何何何、いや、パワプロやろうよ。いやいやいや、これでいきましょう。何それ、プレイボール。開拓高校 VS 極悪高校、開拓高校我々のチームでございます。はい、さあガチでこれは観戦なんで、もう見てるだけですよ。あ、そう、見てるだけ。あれ本当にリアルだね。本当にリアルじゃん。これパワフルプロ野球ですね、これ。これパワフルプロ野球。これパワフルプロ野球。おかしい。パワプロ？あー、残念。あー、残念。アウトだよ。あ、稲垣選手。そう、稲垣選手です。これは長打に期待ができる。これは稲垣選手。いいんじゃないですか？投げた。投げた。まず1球目送ってね。1球目送ってね、スライダーを見送った。さあどうなる？1回表。さあ、おっと、これは抜ける。あ、これはすげえ、守備めっちゃうまいよ。小島選手、小島選手、小島選手は一発打つの大好きですからね。一球目から、あ、いいな。ちゃんとね、ちゃんと見て、ね、ちゃんと見たんだ、ボールだったんだ。そのぐらいはさすがにわかるからね、俺もね。あ、おー、まだまだ内角をね、そうね、はい、ね、ちょっとね、内角だったかすらよく分かってないけど、ね、俺、あ、おー、来るか、おー、よく見た、よく見た、よく見た。今のは俺も振らない、あ、振るかも。そろそろ来るよ、来るよ、来たー。三者凡退じゃねえか、何やってんだよ。中川選手、ちょっと、もうだらー、あー、これは、取れない。おいおい、満塁だぞ。おい、大丈夫か、満塁のピンチで。ここで打ち取れないと、うん、9番とはいえ1番に回っちゃうよ。そうだよね、うん、ここでゲッ、そういうことだよね、うん、そうだよね。ここは怖い怖い怖い、うわ、おっかね、速いね。あー、これはいってよ、いってよ、いってやったよ。さあ、ナックルカーブ来た、あの位置からも入るからな。お、ボールした、あぶねー、大丈夫か、デッドボール、大丈夫か、相手は極悪高校だぞ。そうだぞ、あー、ぶねー、やりました、あ、おい、あ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 、まさかのホームラン、最悪だよ。うわ、木村選手、がっくりと肩落とす。上田さん、頼む、いけるはずだ、頼む、あなたならいけるはずだ、私たち、ね、いける、あー、いける、いける、あ、よし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 さあ、上田選手、彼なら行ってくれるはず、だってアンダがだって3個ついてますよ。とにかく、とにかくアウトならなきゃ。あー、あー、いや、いや、いや、のか、いや、のか、いや、落ちた、試合終了です。セット、あ、セット、試合結果は、0対6で極悪高校が
ちひどすぎるこれはひどすぎるんじゃない、ね、あまりにもじゃないこれは上田選手なんか どうするリベンジするリベンジするならいいよ、なんならもうだって今日オールだからどうでもいいよこれはもうあと1試合2試合やってもいいよなんなら監督をちゃんとマニュアルにして、そうだよね、代打とかこっちで選べるようにしてやってもいいよ、これはひどいね。よし、プレーボール。さあ、さあリベンジ、国学高校と、甲子園球場でリベンジでございます。はい、開拓高校行きます。さあ、どうなる？高校なんで、今回は。はい。しかもね、このね、パワープロですから、パワープロですね、完全に。はい。福井選手、ポーカーフェイスっていう能力持ってて、自分がピンチになっても、表情に出ないような。出ないんだ。すげえな、なんか、ムエタイの選手みたいな。おー、いいね、いいね、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。幸先いいよ。打たせて取る。ちゃんと打たせて取る。いいね、いいね。いいんじゃない、スライダー。入れてくる。おー、いいよ、いいよ、いいよ。打たせて取る。打たせて取る。いいね、いいね。石山選手、足速いな、やっぱりな。やっぱ速いね。足速い。めちゃめちゃ早い。さすがですね。さすがです。入れてよかった、石山選手。おちょっと待って、福井選手めっちゃ安定してるぞ。福井選手安定すごいっす。これ入れてくるよ、だって。うおぉ、すげえぞ。福井選手じゃないかい、これ。これも入れてくるだろ。守護神。はい、入ってくる。うおぉ、すげえ。守護神、福井。完全に凡退。ガッツポーズ。さあ、福井選手何事もなかったかに帰っていく。この福井選手をアシストしたいね。すごいね。これはいいですね。あの打たせて取る、ね、今回の小島選手、はい、やばいと思います。マジですか。めっちゃエンジンかかってますから。おお、やばい。小島選手見れると思うよ。行きますか、行きますか。さあ、ここは打ちに来た。かけー、やったー。よっやってくれた、やってくれた、やってくれた、かっこいい、かっこいい。やった、小島、いけ小島。完全に真にやった、小島。すげーぞ。課金って言ったから。そしてこれを、調子悪い、調子めっちゃ悪い、悪いけども、ここに回してきたのをちゃんと。そう、あのね、小島選手からの踏み位置はかなりやる気が、やる気出てますよ。全然違う。あいつがやるなら俺もやらなきゃっていう。そうそうそう。そう、ここはちゃんと、あっ、まあ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 、ちょっとね、調子の面でちょっと目があれかな。あのね、ちょっとね、力みすぎてる可能性はあるよね。そうね、ちょっと打つ気が来るよ。あっと、それはダメだろう。でも小島選手ちゃんと見てる。はいはいはい。まあちょっと打つ気が強すぎたみたいな感じですね。さあ、さあ金田選手、金田選手は的確にね、回してくれるんじゃないかな。ちょっとね、振り送りますけども、来た。あっ、さあ、これはちょっと上げちゃう。よし、来た、よし、よし、よし、来た。いいよ、一塁三塁。いいよ、いいよ、いいよ、チャンス。一塁三塁、いいよ。まともなチャンスを。まともなチャンス。さあ、ここで石山。ここで石山。ここで石山来ました。こっちみんな石山。こっちみんな、すげえ見てる。こっちみんな石山。さあ、こっちみんな石山が打った。あ、これはダメ。ああ、でも。でも医者もなしたら、ああ、でも1点取ってる、2点取ってる、つなげてくれるはず。鳥居選手は本当初球から振りますね。鳥居選手ね、おお、やりやがった。あ、待って、ホーム走ると、ホーム走るんじゃない、走る、絶対走る、走り出した。だって足 A だもん。やった、さすが、俊足を生かした、すごい、すごい、自分の持ち味をちゃんと生かした、ちゃんと生かした、素晴らしい、素晴らしいね、素晴らしい。ここで A4 選手、ここで A4 選手は、まあしょうがない、これはしょうがない。でも三塁に送った。大丈夫。うん。よしよし、あ、送ってないから。うん、送れなかったね。さあさあさあ。さあ、小島選手、ここ、ね、今のところ、打率100%ですからね。はい。さあ、打つんで、あ、そこはダメだ、そこはダメだ。大丈夫、三塁送ってる。はいはいはい、はい。よし。はい。で、ここで、俺、ここで、調子の悪い踏み位置が、ちゃんと稲垣をホームに返せるか。なあ、ツーアウトですからね。追加点を、追加点をくれ。もう最悪送りバントでもいいんだけど、まあ、追加、あ、でも、アウトがあるから無理なんだよね。あっと、ここはいいんじゃないか。あ、落ちた、落ちた、落ちた。よし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 やったよしよしよしよ、これ6回。ここで金田選手も今テンション上がってますから。金田選手、俺が打たなきゃ誰が打つ。さあどうする、おっと、追い込まれた。さあどうする、ここは見送れない、惜しい、そこはいいんじゃないか。よっしゃ、抜けた、抜けた、やった、抜けてる、抜けてる、走った、なんだ、危ない、なんで金田さん走ったの、なんであそこ走ったの、金田さん、うん、ちゃんと見てるね、まだ見てる、見逃し病が、見逃し病がちょっと出てきて、ここに来て、たまに手抜く、あー、来た、あー、これはいいんじゃないか、よし、おい、あいつなんだよ、あいつ、あいつなんだよ、マジで、すげえな、あいつ、なんだよ、すげえ
げえ。あれジャンプ何そういうスキル。さあ変えていく。変えてく。はい、わかりました。さあ9回表最終回最後の抑え出ますか。最終回いきましょう。最終兵器出ますか。はい、最終兵器最終兵器富山いけ。ゴーゴー富山選手。さあ富山選手虹の父。さあドロップがあれがあれが入る入るんですよ。あれうわ危ない。おい富山選手何してんの。何やってんの。富山選手はまだやする人なんです。はい、絶対わざとだよ今、うん、最悪だ。あれは間違いなく受けを取りに行きました。このメンバーなら受けを取ってもいいという判断です。やばい、最終的に脱ぐかもしれない。脱ぐかもしれない。初球からデッドボールと。しかも顔面狙ってたぞ。なんだ今。完全にわざとですから今の。おおでもちゃんと取ってますよ。ちゃんと取ってますよ。一回ボケとかないと気が済まないんだよね。小山君はやっぱりね。そうそうそう。佐藤選手いないんで今回は。そうですね。ちょっと多分結構そうそうそう、うん、止める人がいないのに。バッテリーは組めないんで。そうだよね。佐藤選手あれです。そうちゃんとキャッチャーで置いとかないと。佐藤選手暴投しちゃう。ダメなんですね。そうそうそう。さあ佐藤選手。これだってあと一人でしょ。あと一人ですよ。マジでマジで。行っちゃって行っちゃって。おい。決めちゃって佐藤選手決めちゃって。佐藤選手さあどんな。入る。おい。佐藤選手さあ。あと一球。あと一球。決めて。決めて。惜しいギリギリ。さあここでスライダーで振らせていこう。危ねえ危ねえ。でもね、なんだよ。ここはいいんで。ボケなくボケなくボケなく。はいよーし。やったー。勝った。ててんててん。勝ち投手福井。いや完全福井さん。間違いない。間違いない。福井選手ですよ。いや楽しかったです。楽しかったですね。モードも裏も表も。もうね、びっくりするぐらいのボリュームだったんで。いややりきったな。やりきったね。よし面白かった、ね、面白かったね。私は、これから、スクラッチをやります。はい、スクラッチで、思う存分10回まで、挑戦していい選手を作ることにかけたいと思います。はい、はい、まあそんな感じで、はい、やパワープロくん、はい、ポケット13、これにて終了。はい、はい。いや楽しかった。うん、はあ、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。それではまた皆さんどこかでお会いいたしましょう。さようなら。